皆さんこんにちは。セイキンゲームズインファマス2パート17へようこそ。前回までのストーリーは動画説明欄のリンクよりご覧ください。さあ今日は非常に激しくなりそうな予感がしております。やってみましょう。さあパート17に行きましょう。おーい、オッケー、激しく飛んで着地だ。かっこよくやってみました。さあこれです、来ました。ついにビースト襲来。本当に襲来なのかな。残り200キロっていう状態なんですけど、やってみましょう。おいコール、ドライブでもしねえか。ミリシア情報のおまけ付きだぜ。何言ってる、ビーストが来るのにそんな時間ないだろう。おお、そんなこと言っていいのか。ビーストを確実に倒す方法を見つけたんだぜ。そこのパネル外してみろよ。ほら、パネルを外す、これか。おい、ジーク、それ爆弾か？爆弾は最高！バードランド秘蔵、夜に小型ロケットを作らせてたんだ。実験が失敗した時用の保険だったんだろう。いただいといた。ヒュー、乗れ、行くぞ。おい、またこれか。これをビーストに使うってのか。町全体が吹き飛ぶぞ。奴に当てるんだ、ニューマレーに着く前にな。港のクレーンに漂流システムをセットした。あとはミサイルの設置だけだ。まあ爆発は嫌いじゃないかな。はっ、俺もだぜ。地平線を見ろ、あいつだ。まだ時間はある。ちょっと安全は確保しよう。でもビースト来てるじゃん。ビースト来てるよ。誰か抵抗してくれ。そして下から動いてます。おい、これが何だか知ってんだな。撃つのはやめろってんだ。バカ野郎、撃つな。お前らバカか、撃つな。俺大変なことだろ。撃ってんじゃねえよ。おい、ほらこっちはロケットがあんだよ。こっちはロケットもあんだよ。お前らな、まったく。こっちはもう技が強くなってんだよ。そしてあの車をどかせってこと。やばい、ちょっと待て、一旦降りろ。よし、これを飛ばさなきゃいけないってことはキネティックパルスだ。うわー、ダンデゲー。よーし、あれ？ジーク、発射しないの？よっしゃ、発射した。それにしても、おい、やめろ！うわぁ！撃つな！こいつは核融合ミサイルだぞ！この田舎者が！まだいるのかよ、お前はいっぱいいるなね。くるぞぉ！おら！そしてビーストあそこに来てるっていうね。頼むからそいつをどかしてくれよ。オーケー、任しとけ。キネティックパルス、うっ、飛んでいけ。どっちに向かうんだ、これか。よし、とりあえず飛ばしたけど、どうする。よし、行くのか。上乗れないんだけど、これやーくそー、これ橋じゃねえ、ガラクタ置き場だ。任せとけ。あ、そういうこと、これ全部飛ばさなきゃいけないよね。オーケー、任しとけ。置いとけ。あれを見ろ、ガンボートだ。さあ、あいつは何してる。街を吹っ飛ばす気か。でしゃあ、あれ当たってないのか。うわー、おい、どうなってんだ、あいつら。当たんないのか。しゃっ、あの野郎。トラックがやられる前に、まずは船を倒しましょう。ここだ、あいつだ。わー、よし、倒したっぽいな。 OK、 あとは
船だな。船じゃねえや、こっちだな。キネティックパルス、キネティック、キネティックパルス、きたー。ほら、これは一番攻撃的には効くんだよ。よし、お前ら全部倒してやるぜ、こちらで。頼むからそいつをどかしてくれよ。待って、ラベンジャー的なやつが来てる。くそー、ラベンジャー、待てよ、ラベンジャーか。ちょっとやだな。来たな、こっちは強くなってるからな。やべ、もう電気がない、まずい。電気がない、解はできねえ。分かってる分かってる、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。一旦トレーラーを守り、トレーラーで電気を、ロケットよ、電気をくれ。よし、どこにも進めねえ。分かってるよ、ちょっと待ってろ。確保しましょうか。飛んでけ。邪魔だよ。待ってろ、ちょっと待ってろ。よーし、よいしょっと。とりあえずね、ロケットの上にいれば吸収はできますから、あいつらをとにかく倒さないといけない。そしてラベージ上がるのは相当困るんだけど。ああ、またか。道路に嫌われてるぜ。ちょっと待って、あれ、ラベージャー水の中にいた、あいつ。まさかの水の中か。しゃー、カイ、飛び乗れ、キュッパッチ。まだだ、ちょっと待ってろ。これを飛ばさないといけないぞ。おーらおーら、よーし、急げ、兄弟。オッケー、そしてラベジャーが変にいる。慎重に行きたい。また進めねえ。分かってはいるんですが、ちょっと待って、あそこにラベジャーがいるんですよ。おら、ほら、ラベジャーはどこにいた。いた、いたな、おい、なんかやろ、おめえ、おい、なんてことだ。おい、やめろ、待ってる、ちょっと待って、もうこれは一気に倒すしかない。どういったラベージャー、いた、ほーら、あー、うわ、やめた、やられた、危ない、いかん、やばい、これ危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。そして待って、一旦逃げろ、一旦逃げろ。待って、トレーラーで回復だ。よし、回復しろ。あれ、うわー、間違えた。ロケットで吸収を、ロケット吸収させて、ちょっと吸収、よし、やべ、トレーラーがまずい。え、はあ、相当難しいね。あー、クソ、難しいね。あれ、今度ラベージャーいなくなってる。死にまくったから、あれかな、ラベージャーいなくなったのか。カイ、飛び乗れ、出発。いやー、危ない危ない、たまにこれ車で潰れてしまうから。ちょっと待って、これ全部邪魔だから全部飛ばしておこう。よーし、飛ばしとけ、飛ばしとけ。よいしょだ、オッケー。いや、あそこになんかボコボコボコなってる。急げ、兄弟。ラベジャーっぽいやつがいたけど、いや、ラベジャーに恐れすぎだ。うわー、行くぞ。あれ、ラベジャー、そしてアイスギャングの人がいる。いかんな、どこに行くんだ、こっちに進むのかな。おい、ずれろよ。ほら、うぅ、次どうすんだ、次はこっちか。やっぱりラベジャーの方に行くんだな。分かったよ。あ、またハマった。ちょっと待って、ここはやばいぞ、結構やばいぞ。ここはラベジャー来てるよ、ラベちゃん来てるよ、あそこに。ほら、ロケットだ。これは結構効くはずだ。道を確保しろ。待ってろ、ラベちゃんどこ行った、あっちか。多すぎて当たんないか、これじゃ。いや、当たってる。ロケットいいね。ほら、お見舞いしといてやるぜ。あと一発か。またか。
道路に嫌われてるぜ。よーし、ラベージャーは、いや、まだ倒してないけど、まあいいや。あ、おお、ちょっと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 、よし。どいてくれねえか。ちょっと待てろ、これ当たればいいんだけど。あいつ、ギャンギャン来る始末ですよ。まあ、行ってこないだけマシか。こんなことをしてる時間はない。おーい、さあ。なこいつ、こんなことやってる場合ないんですよ、本当に。あ、でけ。いやー、もうこれ、おお、おい、おい、危ない、この野郎。ちょっと、どんどんかこいつだ、お前。よし、行こう、チェック。間違った、間違った、よし、しゃあ、そこにラメージャーがいる。ほら来たな、おいっさい。オーケー、やっと倒した。ラメージョーつね。また進めねえ。分かってる。いや、さすがに難しくなってきた。ちょっと待って、これ飛ばせないよ。よし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 、いやー、帰って、よし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 、うわー、バイバイ、よし、いいぞ、よし、いいぞ、うわー、危ない、よし、うわー、なんか相当テンパって下手くそになってる。よし、ふぅ、あー、やったぞ。トラックを回しとくから、え、できるだけ早くあのクレーンに登れ。クレーン、ミサイルターゲット機能をインストールした。弾頭ビーストに当てるために使うんだ。それがなきゃ何当たるかわからないだろ。気が楽になった。登るんだな。トレーラーを守れとかいうのが一番実は大変ですよね、本当に。よし、とりあえず吸収しておこう。クレーンの双眼鏡にたどり着け。なるほど、双眼鏡もっと上だ。これだ。よし、よし、いいぞ。ビーストがいる。ビーストに狙いを定めたまま引き金を引いとけ。コル、危ない。先にこのアホどもを倒すぞ。チャンスは一度きりだからな。しっかり狙いを外さずに行け。よし、隠れ場所を探せ。リード線が引いてある場所がいい。ああ、分かった、急げ。ビーストが迫ってる。こいつあかんな。うわっ、くそ。そう、あいつら取らなきゃならないな。まずは激しくなっちゃう。どこだ、やばい。ほら、もう全部必殺技だよ、ほら。やーべー、アイスギャング相当強い。やーべー、くそー。うおー、やべー、やべー、いやー、だだだだだだ。よし、だいぶ下まで戻ってきちゃって。うわー、手がない。ちょっと待って、これはいかん。やばい、ちょっと待って。もう全然ダメだこれ。くそ、どっからも逃げられない。吸収電気がないんだもん。ちょっと待って、これ電気がないから。助けてくれ、きつすぎる。ありえないぞこれは。ちょっときつすぎる。わあ、電気がない。わあ、くそ。ダメだ、電気がない。どっからすればいいんだ。あった。くそ、難しいんだ。あー、ちょっと待て、ちょっと待て、これは結構きついね。おー、ちょっと待って、
これきつすぎないですか、ちょっときつすぎないか。ちょっと電気吸収できる場所確保しないと勝てないよ、これは。おい、やろうじゃねえか、やろうだやろう。もう最後は近いな。とりあえず電気を吸収できる場所を確保しないと勝てないとか言ってたんだ。この下だ。やべえ、間違えた、やべえ、しまった、しまった、下に降りてきちゃった。いかん、これはあかんぞ。さっきの上ぐらいのとこはいいんだけどな。ここでもいいか。しゃっ、ほら、さあ、ほら、よし、いや、吸収できる場所を確保しないと勝てないと。ダメージだ。吸収できる部分がないんですよ。ああ、冷静にいけ。ああ、くそ、よっしゃ。ああ、弱い銃じゃ効かないよ。よし、なんだ、新しい技が使えるようになった。よし、一つ技が増えた。ほらほら、見とけよ、ほら。うわ相当いい技を手に入れたぞ。よし、いける気がしてきた。おっ、ほら、さら、すげえな、こいつ。しゃっ、オーケー、まだまだだ、ほいほい。あら、よし、だいぶいけるようになってきたぞ。あとは下か、それとも上か、どこだ。上かな。あ、いた、やってやろうじゃないか。どこだ、どこ行った。いや、奴ら恐れたか、この野原ひろしを。恐れるがいい。来たな、もはやお前らなんて敵じゃねえんだよ。ほら、どういった、おら、おい、やべえ、調子乗りすぎた、やばい、いかんぞ。ほら、ほら、すぐだ、オーケー、くわーとどめを思いっきりさせていけ。うわ、来てる、おわ、こいつなかなかやってくれるんだよ。くわー、よっしゃ、よっしゃ、発射するな。待ってろ、今ロケット上に登んなきゃ。うーら、登れない、ふぅ、激しかった、激しかったな。とりあえず登ろう。よし、狙うんだ、ビーストを狙え。ミサイル発射、発射、当たった、ビーストに当たった。
どうなったんだ。あ、くそ、やったぞ。やったのか。どうなったんだ。どうやら勝ったみてえだな。ジク、どこにいる。給油ポンプだ。給油ポンプ、向こうか。どこだ、ジーク。向こうか、とりあえず向かおう。大変なことになってるな。おお、そんなところにブラストシャドウだ。よし。ん、どこだ、こっちか。もう飛びすぎちゃった、こっちか。ああ、くそ。ここだ。泣くようなことじゃねえ。こいつをどけてくれ。ジーク、まあ、大丈夫か。待ってろ、今キネティックよ。よっしゃー。よっ、おい、あ、やったぞ。あ、くそ、ひどいな、ジーク、大丈夫か。大丈夫。思い出す、エンパイアシティをケスラーにやられてよ。懐かしい思い出だな。ああ、悪かった。コール、俺は歩けそうにねえや。トラックへの道を頼むぜ。ああ、待て、それは任せとけ。ちょっと待てよ。いらねえ、あれを食らって足りねえってのかよ。俺は足で待っといた。二人ともやられる。先に行け。生きて戦うんだ。いいから黙ってさっさと歩け。なんてこったわい、ビースト。ジーク、ジーク、待って、ビーストやっぱり生きてるよね。なんか不安定じゃねえか。なんだか、まるで。急ぐぞ、ジーク。おい、ほら行くぜ。くそ、行け行け。どうなったんだ。ビーストは回復したんでしょうか。ビーストニューマレーに到達。ついに来ましたか。ビースト襲来クリア。ふう。ところでジークは。ジーク、どこだ。あいつをガスワークスまでは追いかけてったけど見失った。ああ、気にするな、そのうち出てくる。いやー、めちゃめちゃ激しくなってきましたね。ついにビーストニューマレー到達ということで、このままもう最後ボスかと思ったけど、まだ違うんですね。次のミッションまだありました。次はこちら、ガスワークス公園の復旧、まだいくつかはもしかしたらミッションが残ってるかもしれません。次回お楽しみに。 See you next time。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新動画が見やすくなります。PC の方はこちらのボタンをクリック。スマホ、タブレットでご覧の方は画面下の登録ボタンから。チャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。